ドンバス戦争は、ウクライナのドンバス地方で2014年から続く、クリミア危機、ウクライナ東部紛争が拡大して起こった、ウクライナ危機の一環となる、武力衝突である。2014年ウクライナ騒乱及びユーロマイダン、運動の余波で、2014年3月初旬からロシアを、後ろ盾とする、反政府の分離主義グループが、ウクライナのドネツク州とルハーンシク州で、 抗議行動を実施した。これらのデモ活動はロシアによるクリミアの併合を受けてのもので、ウクライナ南部と東部に及ぶ広域な進路派の同時抗議の一環だったが、これが激化して、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国を自称する分離主義勢力と、ウクライナ政府側との武力衝突に発展した。当初の抗議行動は主に、 ウクライナ新政府に対する国内不満を表明するものだったが、ロシアが彼らを利用して、ウクライナに対する組織的な政治活動及び軍事行動を開始したとされている。この戦いでは、幾度も停戦協定が結ばれては協定違反の武力衝突が繰り返されており、2020年夏時点でも紛争の終結に至っていない。ドネツクでの進路派による抗議。 2014年3月9日、ドネツィク州庁舎を占領しようとする試みは、2014年のウクライナ革命の結果として、ウクライナの東部及び南部で、新ロ派の抗議行動が勃発したことから始まった。新ロ派の抗議者たちは、2014年3月1日から6日まで、ドネツィク州庁舎を占拠し、その後ウクライナ保安庁によって鎮圧された。4月6日、 1000から2000人がドネツィックでの集会に集まり、3月にクリミアで実施されたものと同様の住民投票を要求した。デモ隊は州庁舎を襲撃して1から2階を支配した。彼らは同州の住民投票を実施するための特別立法会議が地域当局によって開催されなかった場合は、人民の委任で地域政府を統制し、現職のあらゆる地方議会議員と、 国会議員を解任すると述べた。これらの要求は満たされなかったため、活動家たちが州庁舎で会議を開いて、ウクライナからの独立を支持する表決を行った。2014年4月7日に、彼らはドネツク人民共和国を宣言した。ルハーンシク州の暴動は4月6日に始まり、ドネツク及びハルキウ市内での同様の占領の後に、約1000人の活動家が、 ルハンスク市にあるウクライナ保安庁の建物を占拠した時だった。デモ隊は建物にバリケードを作り、逮捕された分離主義者の指導者全員を釈放するよう要求した。警察は建物の支配を奪回することに成功したが、デモ隊は人民の議会を求めて建物の外に再集結し、ロシア連邦への連邦入り、または併合に向けた人民政府を要請した。 この集会で彼らはバレリー・ボロトフを人民知事の地位に選出した。二つの住民投票が発表された。一つ目は5月11日の投票でこの地域が何らかの形を自治を模索すべきか否かを判断するもの。二つ目は5月18日の投票でこの地域がロシア連邦に参加するべきか独立を宣言べきかを判断するものとして予定が組まれた。 4月27日にルガンスク人民共和国が宣言された。共和国の議員たちは、ウクライナ政府がすべての抗議者に恩赦を与えてロシア語を公用語として設置し、地域状況の住民投票を実施するよう要求した。彼らは4月29日14時までに、キエフが要求を満たさなければ、自分たちはドネツク人民共和国と並行して、 判断放棄する予定であるという趣旨の最後通帳を発布した。詳細はドンバス戦争のタイムラインを参照。2014年4月12日、所属不明の分離主義武装勢力がウクライナ内務省のドネツク事務所を占拠し、2月革命後に解散となったベルクとの警官が分離主義勢力に加わった。ドネツク人民共和国の宣言を4月14日までに シンド派武装勢力が同州内にある多くの都市で政府庁舎を占拠した。4月27日には、ウクライナ国営テレビの地方局が占領され、武装勢力がロシアのテレビ番組を放送するようになった。5月4日には、ドネツク人民共和国の旗が、ドネツク市の警察本部に掲げられた。騒動拡大への対処として、ウクライナのオレクサンドル・トゥルチノフ大統領代行は、 ドネツィク州の分離主義運動に対して、対テロ作戦を開始すると表明した。大統領は選挙された庁舎を奪還して、国の保護下に置く、決定書に署名し、武器を置いて投降した、デモ参加者には恩赦を与えるとした。ドネツクでは2014年4月から8月にかけて、ロシア市民が分離独立運動を主導し、ロシアからの志願者や物資による支援が行われていた。 2014年5月に紛争が激化する中、ロシアは、ハイブリッド戦略を採用し、ドンバス地域を情勢不安に陥れるべく、非正規軍、正規ロシア軍、従来の軍事支援を組み合わせて、情報漏え戦術なども展開した。ウクライナ政府によると、2014年夏の紛争最盛期には、ロシア系準軍事組織が、戦闘員の15%から80%を、 占めていると報告された。ウクライナは2014年4月にタイテロ作戦と呼ばれる、進路軍への反撃を開始した2014年8月下旬までに、この作戦は、進路勢力の支配下で領土を大幅に縮小することに成功し、ロシア・ウクライナ間国境の統制奪還が間近かとなった。これに応じてロシアは、ハイブリッド戦略を放棄し、従来のドンバス侵攻を開始した。 2014年8月22日から25日にかけて、ロシア当局側が人道的支援の車両部隊と称したものが、ウクライナ政府の許可なしに国境を越えて、ウクライナ領土に入った。この越境は、新ロ勢力の支配下地域のほか、支配下でないドネツク州南東部などの地域でも発生した。これらの出来事は、前月のロシア側から、 ウクライナ地点への越境砲撃が報道された後に起こった。ウクライナ保安庁長官のバレンティン・ナリバイチェンコは8月22日の出来事をロシアによるウクライナへの直接的侵略と特徴づけて語り、一方で他の西側諸国とウクライナ当局者はこの出来事をロシアによるウクライナへのステルス侵略と表現した。ドンバスにおける ロシア軍の存在に関するロシアの公式な立場は曖昧だった。公的機関はウクライナでの正規武装軍の存在を否定しているが、他の遠曲表現とともに軍事専門家の存在は何度も認めており、通常はロシアがロシア語圏の人々を守るため彼らを配備せざるを得なかったという議論を伴うものだった。この侵略の結果、DPR と LPR の 反政府勢力は、ウクライナ政府による以前の軍事攻撃で失っていた領土の多くを脱回した。2014年9月5日に、ウクライナ、ロシア、DPR、LPR は、ミンスク議定書と呼ばれる停戦を確立する協定に署名した。しかし協定は守られず、双方で停戦違反が一般的になった。停戦中に反乱軍と政府が支配する。 領土間の境が固まっていく中、ウォーロードが反政府勢力側の土地一帯を支配して、さらなる不安定化を招いた。2015年1月に、この停戦は完全に崩壊し、ドネツク国際空港やデバルツェボを含む、紛争地帯全域で激しい戦闘が再び起こった。2015年2月12日、関係者たちは、ミンスクにと呼ばれる新たな停戦に合意した。 協定の署名直後、分離主義勢力はデバルツェボに攻撃を開始し、ウクライナ軍に撤退を余儀なくさせた。デバルツェボ陥落後の数ヶ月間、小銭合いが境界沿いで続いていたが、領土の変更は起きなかった。この膠着状態で、同戦争は凍結された紛争のレッテルが貼られることになった。この地域は戦争地帯のままで、毎月数十人の兵士や、 民間人が殺害された。2017年、ウクライナ兵士が戦闘で3日ごとに平均1人死亡し、ロシア軍と分離主義部隊の数は、それぞれ6000人と4万人と推定された。2017年末までに、欧州安全保障協力機構の観測任務は、監視が許可されたちょうど2つの国境検問所で、軍服を着た約3万人がロシアから、 ドンバスに越境する行動を把握していた。OSCE はまた、公式の国境通過点から離れた未舗装道路より、通常夜間に、ロシア連邦から占領地域に侵入してくる軍事車両部隊の事案を多数文書化している。紛争が始まって、以来29回の停戦が行われ、それぞれが無期限発行を意図したものだったが、どれも暴動を止めることはできなかった。 戦闘中断の最も成功した試みでは、2016年に停戦が6週間続いた時があった。直近の停戦は2020年7月27日に発行したもので、これにより、ウクライナ側の戦闘員は1ヶ月以上にわたり死者が0人になった。2019年10月1日に、ウクライナ、ロシア、DPR、LPR、OSCE は、 紛争集結に向けたロードマップに合意した。しかし2020年夏後半時点で同紛争の集結は見えていない。国内外の軍隊がドンバスの紛争に参加している。ロシアの正規軍が関与しているか否かは西側諸国とロシアとで見解の相違がある。欧州安全保障協力機構の監視団はウクライナで活動するロシアの部隊が ロシア軍人であることを指認している。ロイヤルユナイテッドサービス研究所により公表された論文は2015年初頭に9000から12000人のロシア軍がウクライナ東部の一部に配備され42000人の隊員が交代しつつ兵役についていると推定した。2015年12月17日、ウラジーミルプーチン大統領はウクライナで拘束された。 ロシア連邦軍参謀本部情報総局の工作員に関してロシアには軍事分野を含め様々な問題の解決に取り組む人々がいると述べつつそれは正規のロシア軍がそこにいることを意味するものではないと続けた一般的にこれは軍の特殊部隊がこの紛争に関与したことをロシアが認めたものと受け取られたアレクサンドル・ボロダイによると5万人のロシア市民が 分離主義勢力のために戦った。2018年2月現在、分離主義勢力の数は約3万1000人と推定され、そのうち80%がドンバスの住民、15%がロシアや他国からの軍事受け負い業者、3%が正規ロシア軍人とされている。この割合は前年から大幅に変化しており、その主な理由としては給与面から徐々に ロシア司令部が共和国の軍隊を現地民で補充しているという。ロシア軍は依然として指揮官の地位の大部分を占めており、電子戦装置などの高度な兵器を運用している。主な構成は以下の通り。この他フランス、ドイツ、米国、イタリア、ポーランド、ルーマニア、セルビア、スペイン、トルコなどからの志願兵が、 反政府勢力側で戦っていたとの報告がある。また、少なくとも200人の反政府勢力に組みするセルビア人志願兵がウクライナで戦闘中である。ドイツの新聞、ベルトアムソンタグは、100人以上のドイツ国民がウクライナ東部で震度派勢力と共に戦っていると報じた。主な構成は以下の通り。 ウクライナ支持の志願兵部隊が少なくとも50体は結成され、ドンバス人民兵他の反政府勢力と戦った。ここにはドンバス大隊、アゾフ大隊、ハリコフ大隊などが含まれ、一部の部隊はウクライナ国家親衛隊との契約に基づいて行動する。これら志願部隊は軍事行動に積極参加しており、その一部は右派セクターに属している。 主に、ベラルーシ、ジョージア、ロシアからの外国人兵士が、志願兵大隊に加わっており、同じく、米国、フランス、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、グルジア、ポーランド、スペイン、チェコ、イギリス、クロアチア、イタリア、カナダからも志願者が参加している。反政府側が占拠した2016年のドネツク、ロシア国旗が背景に映っている。 ドンバス戦争におけるロシアの関与は2014年の紛争開始より様々な形で実施されている。ウクライナ南部及び東部の当初の抗議行動は主にウクライナ新政府に対する国内不満の表出だった。この段階でのロシアの関与はデモを支持する発言に限定され、ドネツクトルハンニシクの分離主義者の出現はロシア支配から独立した。 小さな非主流派の抗議者グループとして始まった。しかしロシアはこれを利用し続けることになり、クリミア危機、ウクライナ東部紛争拡大の一環として、反ウクライナの組織的な政治活動や軍事行動を開始する。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ドンバスを歴史的な新ロシア地域の一部と説明したことで、分離主義運動に正当性を与える声明を出した。 2014年4月までに、ロシア市民は、分離主義運動を掌握し、チェチェンやコサックの武装勢力を含むロシアからの、ボランティアや資材によって、分離主義運動が支援された。d p r 反政府勢力の司令官、イーゴリ・ギルキンによると、4月に、この支援がなかったら、ハルキウやオデッサがそうなったように、この運動は徐々に消失してしまうはずだった。 2014年5月に分離主義派とウクライナ政府の対立が激化するにつれ、ロシアはハイブリッド戦略を採用して、情報漏洩戦術、非正規の戦闘員、正規ロシア軍、従来の軍事支援を組み合わせて実行し、分離主義者を支援するとともにドンバス地域を情勢不安に陥れた。2014年5月下旬の第次、ドネツク空港の戦いが、この紛争の転換点になり、 これがロシアの主眼兵を大量に巻き込んだ分離主義者とウクライナ政府との間の最初の戦いだった。ウクライナ政府によると2014年夏の紛争最盛期にはロシアの準軍事組織が戦闘員の15から80%を占めていたと報告された。2014年8月までにウクライナの反テロ作戦は進路勢力の支配下にある領土を大幅に縮小する。 ことに成功し、ロシア・ウクライナ間国境の支配奪還も間近となった。イーゴリ・ギルキンは、ロシアの軍事介入を促し、東方の非正規軍隊の戦闘経験不足に、ドネツク州での現地住民の兵士採用の難しさが重なって撤退が起こったと述べた。彼は、ロシアのプーチン大統領にあてて、ウラジーミル・プーチン大統領が、個人的に、 新ロシアと名付けた領土におけるこの戦争に負けることは、クレムジンの権力や、大統領の権力を損なわせるだろうと述べた。ドンバスの状況悪化への対処で、ロシアは、ハイブリッド戦略を放棄して、従来の地方侵略を開始した。この侵略の最初の兆候は、2014年8月25日の、ウクライナ保安庁による、ウクライナ領土での現役ロシア空挺団の捕獲だった。 スペが彼らの写真と名前を公開すると、翌日に、ロシア国防省はこれらの兵士が、偶然国境を越えてしまったと述べたニコライ・ミトロキンの推計によると、イロバイスクの戦い中の2014年8月半ばまでに、ドンバスの分離主義2万から2万5千人の兵士が、戦闘を行い、うち、現地民は40から45%に過ぎなかったという。 2014年8月27日から膨大な量の軍事装備と軍部隊がロシアからドネツィク州南部へと越境してきた。西側当局者はこの新たな構成をロシア連邦によるステルス侵略と表現した。米国務省のジェンサキ報道官はこれらの侵攻はロシア主導の反撃が実行中である可能性が高いことを示していると語り、 ウクライナのペトロ・ポロシェンコ大統領は、ロシア軍の侵攻が行われたと発言した。NATO の司令官、ニコタクは2014年8月28日、ロシア兵1000人が、ドンバス紛争地域で活動していると発言した。侵攻の前の週に、ロシアは国境を越えて、ウクライナの部隊を砲撃した。ロシアからの越境砲撃事案は7月中旬から6週間、報告され、 その間にロシアは40カ所で53回の攻撃に出て、ウクライナの軍事作戦に深刻な影響を与えた。当時、ロシア政府報道官は、ドンバスへのロシア介入のあらゆる報道を否定したが、戦争勃発前のドンバスでは、分離主義への支持が限定的であり、現地の武装放棄を支持する証拠は、ほとんどなかった。そのため、 ウクライナによる紛争の即時解決を妨げていたのは、ロシアの介入だけだったとされている。結果として、2014年8月の進行中にロシアは、イーゴリ・ギルキンや DPR 首相、アレクサンドル・ボロダイを含む分離主義運動の強行指導者たちのすげ替えも決定した。この人事移動はその後の侵略と一緒に行われ、紛争におけるもう一つの転換点を表すものとなった。 この直前にあった DPR と LPR の軍事的失策を考慮して、ロシアはもはやドンバスにいる非正規戦闘員の寄せ集めには頼れないと判断し、指導者たちの変更を命じたとされている。それは完全には制御できなかったロシア市民主導の強硬な分離主義計画を放棄して、ウクライナ国内でドンバスに特別な地位を付与してもらう思考への変更であり、 現地採用を基本とする従順な DPR、LPR 司令部に置き換わった。このことは、ウクライナにおけるロシアの利得を増やす政治的口実として、軍事的に重要でない現地のシ度派政治活動家を投用する紛争の先住民化というロシアの試みを表すものだった。ロシア軍とその装備は第二次。 ドネツク空港の戦いとデバルツェボの戦いでも継続参加した。2015年3月にロイヤルユナイテッドサービス研究所が公表した報告書では2014年8月の侵攻以来、ウクライナの主権領土に多数のロシア軍が存在することがドンバス戦争の恒久的な特徴だと書かれていた。デバルツェボでのウクライナ軍撤退を受けて2015年2月15日に 紛争の当事者たちは、この戦闘を終わらせる民ス国議定書に調印した。これらの条件は、2014年初頭に、新ロ派の抗議者によって提唱された、連邦化と同様、ウクライナが分離主義地域に特別な地位を与えて、そこをウクライナに再統合することを要求している点で、ロシアにとって非常に有利なものだった。これは、欧州連合、または、 NATO との将来的統合を防ぐのに使えるウクライナにおけるロシアの戦略的仕掛けを確立することになった。2015年12月17日の記者会見でロシアのプーチン大統領はドンバス地域におけるロシア兵の存在を初めて認めたが、これはそこにロシア部隊がいるという意味ではないと述べた。2019年4月24日、プーチン大統領は DPR と LPR が保有する領土の住民に対してロシアの市民権を獲得するプロセスを迅速化する行政命令を出した。これはソ連崩壊後の紛争を受けて設立された他の新ロ派保護領でロシアが実行したことと似ている。リシチャンスクにて損壊を受けた建物。2014年8月4日国連はドネツク人民共和国及び ルガンスク人民共和国と手を組んだ反政府勢力による占有領土での人権の警戒すべき悪化を観察した。国連は主に DPR の軍勢により行われた標的の殺害、拷問、拉致事件を記録し、同地域における無法状態の拡大を報告した。また、国連はジャーナリストや国際的監視団への脅迫、攻撃、拉致、 ウクライナ統一支持者へのオーダーや攻撃を報告した。ロシアはこれらの報道を批判して、それが政治的動機だと述べた。ヒューマンライツ・ウォッチの報告書は、ウクライナ東部の反キエフ勢力は、ウクライナ政府を支援していると疑われる人々を、誘拐、攻撃、嫌がらせをしている。中力反ウクライナ政府勢力は、オーダーや誘拐をすることで、 自分たちを支援しない者は誰であれ黙るか去った方が良いというメッセージを送っていると述べた。また、オレグリャシコの民兵やアイダル大隊といったウクライナ軍による現地住民のオーダ打ー、拉致、処刑の可能性も事例が複数あるとした。アムネスティ・インターナショナルは、ウクライナ政府支持派の志願兵大隊が、ウクライナ東部への人道支援を阻止することが増えていると指摘した。8月。 新動派の反政府司令官イーゴリ・ギルキンの上級顧問イーゴリ・ドルズは非常事態の中、幾度か我々は無秩序を防ぐために銃撃による処刑を実施した。その結果、スラビャンスクからは撤退した我が部隊には今は高い規律があると述べた。2015年末までに DPR と LPR の領土には 拉致した民間人と捕虜を収容する場所が合わせて79か所存在した。2014年7月28日に公表された国連人権高等弁務官事務所の報告書によると戦闘時期の4月中旬以降で控えめな推計に基づき少なくとも1129人の民間人が死亡し3442人が負傷した。さらに報告書はドネツク及び ルハンシク州の不動産やインフラに少なくとも7億5000万米ドル相当の損害が与えられていることを明らかにした。ヒューマンライツウォッチは、ウクライナ政府軍と政府支持派の準軍事組織そして反政府勢力もが、民間地域への攻撃で無誘導ロケット砲 BM-21 を使用したと述べ、人口の多い地域での無分別なロケット砲使用は、 国際人道法や戦時国際法に違反しており、戦争犯罪に相当する可能性があると主張した。ニューヨークタイムズ紙は民間人の死亡率が高い。ウクライナ東部の住民は、ウクライナの親欧米政府に愛想がつきて立ち去ったと報じ、この感情が反政府勢力の兵士採用に拍車をかけるのに役立ったと報道した。2014年9月上旬に、 民ク議定書が調印されたにもかかわらず、2015年1月上旬までの戦争による死者数は4707人に増加した。ドネツク空港付近にあるイベルスキー修道院の廃墟2015年5月2014年8月上旬までに少なくとも73万人がドンバスでの戦闘から逃れ、ロシアに向けて出発した。この人数は以前の推定値よりも はるかに大きく国連難民高等弁務官事務所によって与えられたものだった。国内難民の数は11.7万人に増加した。8月を通しての急な戦闘激化を経て9月初旬までにウクライナ国内でドンバスから避難した人々の数は26万人に倍増した。ドンバスからロシアに逃れた難民の数は81.4万人に上った。 民ク議定書によって確立された不安定な停戦の2ヶ月にもかかわらず、ウクライナのドンバスから逃れた難民の数は11月中旬に46.6万人へと急増した。2015年4月までに、この戦争が少なくとも130万人のウクライナ、国内避難民を引き起こした。加えて、80万人以上がウクライナを逃避しており、うち65.9万人以上がロシアに、 約8.1万人がベラルーシに、他数千人が他の国々に向かった。国連多くあの他の報告書によると、2016年3月時点で300万人以上がドンバス紛争地域で暮らし続けた。これには、DPR と LPR の支配地域に住んでいた270万人と、ウクライナ支配地域の20万人が含まれると言われている。さらに、ウクライナ政府は、 紛争から逃れたウクライナ国内の合計160万人の国内避難民を登録したと伝えられている。100万人以上が他の場所に亡命を求めたと報告され、その大半がロシア行きだった。同報告書はまた、分離主義支配地域に住む人々が法の支配の完全な欠如、恣意的拘束、拷問、独房監禁の報告、そして、 現実の是正機能への接触がないことを経験していると述べた。2017年11月までに国連はウクライナにて180万人の国内、避難民と紛争の影響を受けた人々を特定し、ロシア連邦で亡命、または難民の地位を求めていた別の427,240人に加えて、イタリアで11,230人、ドイツで14,95人、 スペインで8380人、ポーランドで4595人を特定した。2020年2月中旬時点で同戦争による死亡者数は1万3000から1万3200人とされている。国連は2020年3月末までに3353人の民間人が紛争で死亡したことを確認した。民間人死亡者のうち外国人は312人で、 内訳は、マレーシア航空17便撃追事件の乗客と、乗組員298人、ロシア人、ジャーナリスト11人、イタリア人、ジャーナリスト1人、越境砲撃で死亡したロシア民間人1人、リトアニアの外交官1人である。ウクライナ政府勢力は、2020年6月、初旬までに、海外生まれのウクライナ市民211人と、 外国人13人を含む兵士4444 44人の死亡を確認している。このほかウクライナ兵士70人が行方不明になった。震度の情報筋は2015年6月下旬までにウクライナ勢力1万人が死亡し2万人が負傷し1万3500人が逃亡または行方不明になったと主張した。分離主義者は 2015年2月初頭時点で失った兵士はせいぜい1400人だと報告した。国連は2020年2月中旬までに分離主義者5650人が命を失ったと報告した。ウクライナは2015年初頭の戦闘中に7577から14600人の分離主義者が死亡し、12000人が行方不明になったと主張した。 彼らはまた、2016年1月から4月にかけて、さらに103人のロシア人兵士が死亡したと主張した。2015年2月下旬に、ドネツクで報じられた、分離主義墓地の画像では、プレートの数字が少なくとも2213まで、振られているのが見て取れた。2015年8月下旬、ロシアのニュースサイトでロバーやジアザンにより報じられた、漏えスクープによると、 2015年2月1日までに、ウクライナで2000人のロシア兵が殺害された。米国務省は、2015年3月初頭までに、ロシア兵400の500人が死亡したと報告した。2020年7月下旬までに、DPR 分離主義当局は、DPR 支配地域で合計4932人の分離主義者と民間人が殺害されたと報告し、 LPR は2018年1月までに LPR で1328人が死亡したと報告した。多くの監視団がウクライナ政府と反政府勢力の双方に和平を求め、ドネツクトルハンシクの緊張を緩和するよう求めている。ナト o 首脳会談でウクライナのペトロ・ポロシェンコ大統領が米国のバラク・オバマ大統領や他の 西側諸国指導者と会談する様子。2014年9月4日、NATO 北大西洋条約機構は2014年8月にドンバス戦争とクリミア危機に関する声明を発表した。この声明は、ウクライナ政府に対するロシア政府の非難など、ロシアがウクライナでの存在を正当化するため行った発言の偽りを暴こうするものだった。声明によると、ロシアは、 その行動から注意を空させようとしており、事実の間違った解釈に基づいて NATO に対する一連の非難を行った。声明はまた、ロシアがウクライナ当局の正当性に根拠のない攻撃を行い、ウクライナ領土の一部を占拠するために武力を行使した、と述べた。8月22日のロシアによる人道的支援車両部隊の無許可入国を受けて、 ナト o 事務総長のアンダース・フォグラスムッセンはこの事件がロシア自身で作り上げていて燃料を供給し続けており同地域の危機を深めるだけである。国際的な人道主義の無視は援助車列の真の目的が民間人を支援することなのか武装した分離主義者に補給することなのかという疑問が生じてしまうと述べた。8月下旬、ナトウ司令官たちは会合を開きドンバスにおける 軍事状況の評価を修正した。ウクライナ政府の観点からは戦争はすでに負けだと、彼らは発言した。ドネツック州南部における8月下旬の構成は、クリミアに至るロシアの地上ルートを作るために使用され、半島の違法併合を確固たるものにすることができると、予想された。NATO 司令官のフィリップ・ブリードラブは9月20日、ミンスク議定書の一環で実行された停戦は、 名ばかりの停戦だと述べ、兵士と装備が国境を越えて、ドンバスに自由に流入することを許したとして、ロシアを批判した。ロシアロシア外務省は、あらゆる諸問題で、ロシア政府を非難するウクライナ当局を非難して、ウクライナ市民は、あらゆる質問に対して、キエフから明確な答えを得たいと考えている。これらの法的主張に耳を傾ける時間であると述べた。また、 ウクライナ東部と南部の事態を注意深く観察していると述べ、ウクライナを連邦に変える真の憲法改正を再び要請した。4月7日のガーディアン紙に掲載された意見記事で、ロシア外相のセルゲイ・ラブロフはウクライナを不安定化させた犯人はロシアではなく、欧州と米国であり、ロシアはウクライナの早期安定を促進するべく全力を尽くしていると書いた。 ロシア外務省は、ドネツクへの武力侵略に対するキエフによる犯罪的指令に厳しい非難を発した。クーデターの結果として、自らを自称したキエフ当局は、抗議行動の暴力的な軍事弾圧に乗り出した、として、正当な大統領を倒したマイダンの加担者は2月21日の協定の下で、すべての義務を履行するために、 自国民に対する戦争を直ちに止めることを要求した。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はドネツク・トルハンシクの DPR と LPR が支配する都市の包囲を第二次世界大戦中のレニングラード包囲戦と比較して悲しいことだが、それは私に第二次世界大戦を思い出させる。あの時はドイツのファシスト勢力が レニングラードなど我々の都市を包囲して人口を一域とその住民を砲撃したと述べた。ウクライナのヤーボリウ近郊でフィアレスガーディアン実行中のアメリカ空挺部隊とウクライナ国家新衛隊アメリカ、ジョン・ケリー米国務長官は2014年4月7日、この事件は自発的ではないように思えたと発言し、ロシア側の交渉相手セルゲイラブロフに電話で分離主義者、 破壊活動する者、先導工作員の活動を公に否定する、ようロシアに要請した。アメリカ国家安全保障会議の報道官は、分離主義者が、ロシアの支援を受けているようだと指摘した。彼女は声明で、我々は、ロシアで称されている併合以前のクリミアで、同様のいわゆる抗議活動を見たと述べ、我々は、プーチン大統領と彼の政府に、 ウクライナを情勢不安にするすべての取り組みを中止するよう要請し、またこれ以上の軍事介入に対して警告すると付け加えた。中ウクライナ米国大使のジェフリー・アール・ピアットは、進路の反政府勢力をテロリストと特徴づけた。米国政府は反政府勢力に対抗するウクライナ政府の戦闘を支援するため、ウクライナに軍事顧問を派遣している。 4月にアメリカ国防総省は700万米ドルの七種軍事装備をウクライナ軍に出荷した。さらに800万ドルの援助パッケージ計画が2014年8月1日に発表された。同日、国防総省はウクライナ国家親衛隊の訓練を支援する1900万ドルの援助パッケージを提案した。この提案は議会の承認を必要とし2015年に 発行予定となった。7月には国防総省の戦略及び政策の専門家グループがウクライナ政府の軍事需要を評価するためキエフを訪問することが発表された。2014年9月8日、ニューヨークタイムズ紙は最初の七指摘援助パッケージの一部だけが実際にウクライナに到着したと報じた。この報道は遅延の理由として 同地域の戦闘激化をもたらすことへの懸念を挙げているが、2014年9月13日のグローブメール誌の報道では、ウクライナ当局者の腐敗による販売可能な機器の転用に関する懸念によって、米国及びカナダの軍事援助パッケージが遅れることを示す。様々な資料が挙げられた2015年3月11日、アメリカ政府はウクライナに追加で7500万米ドル、 相当の七指的援助を送ると述べた。2016年3月、ビクトリア・ヌーランド米国無事間補は、合計2億6600万ドルがウクライナへの七指的援助に費やされたと発表し、また、約1200人のウクライナ兵士と750人の国家新衛隊が米国軍人による訓練を受けたと発言した。ウクライナウクライナのペトロ・ポロシェンコ大統領は、ロケット砲撃で、 ウクライナ兵士19人が殺された後、シンド派分離主義者に対して復讐を誓った。同武装勢力は、我々の兵士それぞれの命に対して、数百の命であがなってもらうことになる。責任を免れるテロリストなど一人も、存在しないだろうと彼は語った。キエフ住民と全ウクライナ連合、自由党とで設立した、湿飛大隊の兵士。 2014年8月26日2014年9月12から25日にかけてロシアに併合されたクリミアを除くウクライナ国民の世論調査が共和党国際研究所により実施された。投票者の89%がロシアのウクライナ介入に反対した。地域別に分けるとウクライナ東部の調査によると回答したロシア市民の59%が ドンバス戦争を内戦だとみなしている。回答者の大半がウクライナとの直接戦争は絶対ありえないまたは極めて可能性が低いと述べた。28%は将来このような紛争が起こりうると述べた。ありがとうございます。